こんにちは。今日はですね、河口湖の方に来てます。富士山がね、すごい綺麗に見えて、昨日はね、なんか雨降ったんですけど、もうめちゃめちゃ今見てください、これもうすごい、もうね、めっちゃいい天気なんですよ。あ、ではほら富士山が見える。やっぱいいっすね、富士山はね、日本人の心ですね、ほんとね。もうね、改めて富士山近くで見ると思いますもん。なんかね、すごいこう力がみなぎってくるというか、なんかよくわかんないんですけど、めっちゃ元気になりますよね、富士山見るとね。え、ほんといいっすよ。はい、そんな感じで、河口湖来てるんですけど、実はですね、富士山って結構最近僕の周りでなんかめっちゃ聞くというか、であとはよくなんか富士山を見る機会があったんですね。で、まあちょっと前にお茶屋さんね、その店長してる古賀みのりさん、僕のお茶の先生ですけど、古賀みのりさんと一緒に多賀大社っていうところに行ってきまして、滋賀県にあるんですけど、でそこの大城祭っていうね、儀式、に今ちょっと参加をしてきまして、で大城祭をもって、実はその天皇ね、その本当の即位っていう風になるんですけど、令和のねスタートっていうことで、11月ですね、その大城祭多賀大社で、日本全国で行われるんですけど、多賀大社のその大城祭にご招待いただきまして、でそこに、行ってきたということなんですよね。で実はその古賀さんって、もともと十何年前にその多賀大社に行ったことがあるらしくて、で多賀大社、富士の富士に近くにある浅間大社っていうところなんですけど、その流れで神社なんか行ったらしいんですよ。でその後めっちゃ人生が大きく流れが変わったらしくて、で今回同じ流れなんですよね。多賀大社から今回富士に来てるんですよ、その直後に。でかつですよね、その多賀大社とか行ってる時にその前後でもいろいろ日本全国で、ね、僕ちょっと古賀さんと一緒に回ったんですけど、鎌倉もちょっと行きまして、で鎌倉は石川真理子先生ですね、仕事で生かす武士道の石川真理子先生に古賀さん、新田さんと一緒に会いに行ったんですけど、その時も鎌倉で富士山がめっちゃ綺麗に見えたんですよ、で石川先生とも富士山の話題になって、でなんかすごいその富士山っていうのがなんかキーワードだったんですよね、で十何年前ですよね、古賀さんの流れが、人生の流れが大きく変わったというので、今回また同じ流れが来てるよねっていうので、すごい盛り上がったんですよ。でなんだろうな、こう人生が変わるときって、大きく何かの流れが変わるとき、そういう兆し、証っていうのが出るんですよ。でこれ相場もそうじゃないですか。例えばトレンドが転換する局面って、その証っていうのが出るんですよね。これから転換するよっていう、こうサインというか証っていうのが出るわけですよ。でそういうのをこうキャッチしていって、トレンドの転換を捉えて、その転換するときってものすごい莫大なエネルギーが動くわけですよね。だからトレンド転換を一発捉えられたら、もうそれだけで全然いいんですよ。もう1ヶ月それを1回2回とか捉えられたら、もう十分利益って確保できるぐらい、トレンド転換が一番エネルギーが凝縮します。だからそういう大きな流れ、細かな、なんかどうでもいいノイズを拾うのではなくね、そこに振り回されたり一喜一憂するのではなく、いかに大きな流れっていうのを捉えていけるか、その兆し、証しをどれだけキャッチできるか、普段からアンテナを立てれるかっていうことが、すごい重要だったりします。でこういう話っていうのは、ちょっと抽象度が高いというか、ちょっとふわふわした話でもあるじゃないですか、で例えば僕もメルマガでとか、YouTube とかでそのエネルギーを漏らさないようにしましょうとか、その毎日のその反復練習をしていきましょうとか、まずはこう自分自身のバグを直していきましょうみたいな話をしてるんですけど、そういうのってこう実感が得にくい側面はあるんですよ、確かに。なんかこう続けていってもいきなりこうなんか変わったか、感覚は得られないというかね、で、かたやそういう話をすると同時に、いかにそのトレード力をこう現実的に上げていくかっていう、その具体的なトレーニング方法とかエントリーポイント、タイミングとかも解説してるんですよね、でこれはね、なんか一見真逆のことを言っているように聞こえるかもしれないですね。要するにこう自分を整えていって、自分の、バグを直していったらいずれトレードもうまくなりますよっていう話を、しつつも同時に、いやもう具体的にトレードスキルを上げる方法ってこれですって、こういうトレーニングやってったらトレードって普通にうまくなりますよ、勝てるようになっていきますよっていう話を同時にしてるんですよね。
これって一見相反する話になりやすいんですよ、うん、でもそれは両立できるっていうか表裏一体なんですよね。それ表裏一体っていうことなんですよ。で正直言って、現実的なその結果を出す、トレードで勝てるスキルを身につけるとかお金をなんか稼ぐとか、なんだろうそういう現実的な話っていうのはもうあえて言いますけどぶっちゃけそんなむずくないんですよ。ちゃんとやったらだってそういうメソッドってもう確立されてるしトレーニング方法とかももうあるんですよね実際。だからそれをやり続けたらスキルっていうのは身についていくんですよ、うん、でもそういった現実的なスキルを身につけた上で、まあ、僕は何をこう伝えていきたいかっていうとそこにこう生き方だったりとかその思いだったりとか志だったりとかその仲間どれだけいい仲間とつながっていくかとかそういうところをこう合わせ持つっていうところをやりたいなと思ってるんですよ、うん、そのすごい抽象度の高いふわふわしたものとめちゃくちゃ現実的なソリッドなその硬いものっていうのを合わせ持っていくようなそういうトレーダーが本当に増えたらいいなと思っていて、なのでなんか最近もそのね多賀大社から、富士への流れっていう話をしましたけどそれってすごいこうふんわりとした話じゃないですか。それ本当なんですかって言われた時になんかまあ立証とかは難しいですよね。でもそういう流れが来てるっていうのは感じれる、うんね、そういう、流れがなんとなく来てるなっていう直感が働くわけですよね。だからそういったなんかすごいこうスケールの大きいことをこう感じながら同時にでも目の前のその例えばトレードだったり、まあ、僕もやってる自分のビジネスだったりとかも全力でやってそっちでも圧倒的なまあ結果をねこう出しながらそれを共存させていくと、うん、まあ、前の動画でも喋ったその綺麗事が言えるトレーダーっていうのはまあどんどん増えていったらいいと思うしそういう発信を今後さらに増やしていきたいなと思ってるんですよね。いかにその現実的なところを伸ばしていくか磨いていくか、うん、どうやったらもっともっと経済活動できるようになるかとか、うん、まあ、どうやったらもっと頭良くなるのかとか、うん、どうやったらもっと人がこう集まってくるようなそういうこう吸引力を発生させることができるのかとか、そういったですね具体的な話っていうのをですねこれからまあもっともっと増していきたいなと思ってますね。でそのためにですね、まあ、今回はそのね、大きな多賀大社からこう富士の流れというのをまあ解説をしましたけども、まあ、そういうのをこうまあ自分のこう日常にですね置き換えて、いかにそういう兆しですよねを、まあ、探していくか、まあ、探していくっていうか、感じれるようになっていくかっていうことを、まあ、ぜひですね、やってみてほしいなと思います。で、まあ、物事がですねこう移り変わっていくとき、まあ、例えばね四季にしてもそうなんですけども、秋からこう冬に変わるというときも、例えばこう日常の見えている景色っていうのが実は自分が気づかないうちにですね、まあ、少しずつこう変わっていったりとかも、するわけですよね、まあ、例えばねこうやって今紅葉が見えているわけですけどもこういった葉っぱの色っていうのもですね、通常こうまあ緑色だったものがこう徐々にこう、ね、赤みがかっていくと、うん、でこれがまあ季節の変わり目をこう表しているわけですよね、うん、あでこれで季節が変わってきたなと、うん、いうことをなんとなく人は感じてそして四季の移ろいというものを、まあ、楽しんでいくわけですよね。そういったこう自然の、ね、こう変化を感じるというものはもともと僕らに備わっているし日本というのは四季がすごいはっきりしてますのでもともとそういうのに敏感なはずなんですよ、うん、なので、まあ、そういったこう感性をまたこう蘇らせながらですよねと同時にまあ現実的なゴリゴリなところもやっていくと、いうのを、まあ、僕は、まあ、もうね2019年もうすぐもう、終わりますけども、2020年ねさらにそういうちょっと発信を、増やしていって現実的なこう、ね、成果というか、うん、そういうのをバンバン、こう出していく人が増えたらいいなと思ってさらに発信にですね力を入れていきたいと、思います。はい、ということで今回は富士山のふもとから今回ね動画をお送りしてますけどももう本当ね最高っすね富士山それしか言えないっすわ、うん、見てくださいもうこれもうねもう一回映しますけど最高でしょこれはいなんかねもう本当富士山は日本人の心だと思います。ということでなんか僕もすごいエネルギーチャージされたので今日またこの後
大阪の方に戻るんですけど、あとバリバリ仕事していきたいと思います。ということでですね、チャンネル登録とまた高評価の方をお願いします。でベルマークの方もね、ぜひオンにしてみてください。であとメルマガの方はですね、今日話した内容をね、より深掘りして、メルマガの方では書いてます。いかにその生き方のところと、やり方、スキル、能力、それを実力とかね、力っていうものを合わせ持っていくのかと、どうやったら両方を伸ばすことができるのか、両方を身につけることが、できるのかという話をいろいろと、書いてます。この今画面のどっかから登録できるようになってると思うので、ボタンが出てると思うので、そこから登録して読んでみてください。ということで、興味あったら読んでみてください。